ヒジャーズ鉄道、ヒジャーズ鉄道、ヒジャーズ鉄道、ヘイジャスレイルウェイは、オスマン帝国によって建設された、シリアのダマスカスから、現在のサウジアラビアの聖地マディーナ、メディガまでの区間を、シリア、ヨルダン、およびアラビア半島西部のヒジャーズ地方を縦断して、連絡した鉄道である。総延長は 1308km、期間は 1050mm で、 オスマン帝国の鉄道網の一部を成しており、当初の計画では聖地マッカ、メッカを終着駅にしていた。その付設目的はムスリムたちの聖地であるマッカやマディーナへ向かうハッジ、大巡礼の巡礼者たちの交通のためであるとされたが、真の目的はオスマン帝国の宗教に対する支配やヒジャーズ地方に対する軍事支配を強め、またダマスカスと ヒジャーズ地方との交易を強化するためであったとも考えられる。実際、当初から沿線に電信線が付設されていた。鉄道は1900年に建設開始され、1908年に完成し多くの巡礼者や兵士を南へ運んだが、第一次世界大戦時にイギリスの支援を受けたアラブ勢力に破壊され、路線のほとんどは以後再建されることはなかった。 ヒジャーズ鉄道は1900年、オスマン帝国の第34代スルタン、アブデュルハミト2世の命令で建設が開始され、出資はゲオルク・ジーメンスの率いるドイツ銀行が行い、主にトルコ人がドイツ人の指導や支援を受けながら、布設作業を進めていった。同時期に建設が進められていた鉄道には、ベルリンからバグダードまでの鉄道、バグダード鉄道もあり、 ドイツ帝国の中東への進出の意思が伺われる。この鉄道は建設当初に宣言された終着地点である真っ赤までの全路線は結局完成しなかった。マディーナイナーゲは到達せず、真っ赤まではあと4 0 0トルを残していた。ダマスカスからマディーナまでは約1 3 0 0トルあり、途中ヨルダン川渓谷の東を進み、アンマンを経由し、 ヨルダン南部からヒジャーズでは内陸部をまっすぐマディーナまで進んでいた。また、本線のほか、途中のダルアー、現在シリア領から内陸のボスラ、シリア、地中海岸の港湾都市ハイァ、アッコン、両者とも現在はイスラエル領、ヨルダン川西岸のショートナーブルス、現在はパレスチナ自治区まで出る支線、及びヨルダン南部のマーアンから、 航海の赤羽湾にある赤羽の港へ出る支線があった。全区間には1532カ所の橋、2個のトンネル、96カ所のレンガ造りの駅が建設された。またこの建設過程で大量の枕木が必要とされ、レワノン地方から多くのレワノン杉が伐採されたが、これがわずかに残っていたレワノン杉の森に止めを刺す結果となった。鉄道は、 スルタンの即位記念日である1908年9月1日、マディーナまで開通した。この日に何としても間に合わせるため、いくつかの区間では和じ、枯川を渡る路線が仮の土手の上を通されるどの妥協があった。1913年にはダマスカス市街中心部に新駅ヒジャーズ駅が竣工し、始発駅がようやく完成した。ダマスカスでは、 スエズ運河開通以来ベイルート経由の船便に奪われた八巡礼者やアラビア地域の商取引貨物運送をダマスカスに取り返す期待が高まった。鉄道は開通当時からオスマン帝国の総主権強化を警戒した地元のアラブ人やベドウィン各部族の襲撃対象となった。列車も走行をしたり兵士を乗せたりと武装していたため、破壊には成功しなかった。しかし、 オスマン帝国も鉄道遠征の両側1マイル以内を支配することがやっとであった。また地元民が枕木を引き抜いて燃料や焚き木に使うことがあったため、いくつかの区間では鉄の枕木が用意された。ヒジャーズ鉄道は第一次世界大戦中、オスマン帝国軍の重要な兵站物資供給ルートとみなされ、アラブの反乱で立ち上がった。 アラブ人との戦いで何度も破壊された。特にトーマス・エドワード・ロレンス、アラビアのロレンスに率いられたゲリラ部隊が鉄道を襲い破壊し続けた。これにより、オスマン軍は、スエズ運河などの攻撃に割くべき兵力を、ヒジャーズ道防衛に回さざるを得なくなり、イギリス軍によるシリア・パレスチナ攻撃を許す結果になった。オスマン帝国の崩壊、分割に伴い、 ヒジャーズ鉄道は沿線の政府がおのおの運営することとなった。特に、イギリスイニ民党治療トランスヨルダンとヒジャーズ王国、現サウジアラビアの国境に南は誰も運営する、意思がなく、ヒジャーズにおける路線は再開することなく、廃線となった。また、ハイファへの支線もイスラエル建国の際の戦争、第一次中東戦争で破壊され、廃線となっている。 1960年代半ば、ヒジャーズ鉄道の再開が起とされたが、1967年の第三次中東戦争、六日間戦争で話は流れてしまった。ヒジャーズ鉄道では、かつての線路の内に区画が、レールは繋がっているが、運行主体がバラバラの状態で運行されている。各鉄道では、建設当初に製造されたドイツ製蒸気機関車を保存。 回収している。このうちシリアには9両の、ヨルダンには7両の蒸気機関車があり、それぞれダマスカスアンマンカニア、アンマンカバエの団体観光客などのために利用されている。ヨルダンのアブドゥッター2世就任以来、ヨルダンとシリアの関係は改善し、両国を結ぶ鉄道に対する興味が蘇りつつある。ダマスカス側の始発駅はもはや、ヒジャーズ駅ではないが、 郊外のカダム駅から列車は出発している。2004年、ヒジャーズ駅駅舎は再開発のために閉鎖されたが、再開発計画は中断されたままになっている。サウジアラビア側では、もはや運行していない軌道時期、廃駅、鉄道車両の残骸などが未だにそのままになっており、観光の対象となっている。ロレンスが破壊した列車は、今でも転落地点に転がっているのが見える。 2005年、サウジは 3000km の鉄道を建設するランドブリッジプロジェクトを発表した。サウジ各地の鉱山、町、港を結び、隣接国の鉄道への接続も必要とされている。現在の計画では国境を越えて隣接国へ向かう。新線は設定されていないが、いくつかの計画路線は国境近くに達する予定であり、その先は、 需要の多そうな各国都市に向けられている。これがヒジャーズ鉄道のサウジ部分の再建にもつながるのではないかという見方もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。